というか時間通りに行けたかもしれへんね待機してたありがとうございます <laughs> みんなめっちゃ欲しい投げてくださるありがとうございますこんばんはこんばんはおう始まってた今始まりましたね今日は時間通りそう今日はちょっと間に合うように <laughs> 頑張りました <laughs> 頑張ることではないけど柚葉 ヤッホー。<laughs> この間ありがとう。いえいえ。全然ガールズじゃないんかい。そう、今日はユズじゃないけど、誰が出るんやろうね。そう。うん。みんな時間変更でごめんね、ショールーム。本当は7時からやる予定やってんけど、<laughs> あの、松村めぐみさんがあの舞台、主演するじゃないですか。 あれのゲネプロを今日見に来てもいいよってめいちゃんが言ってくれたからそれに行ってきます今日はめっちゃ楽しみ <laughs> あそうあのめいちゃんには結構前から見に来て見に来てっては言われてたけど行ける日がなくってそううんうん <laughs> いつからめいちゃん呼びないつやったっけな結構前でもうん だいぶ前からめいちゃん呼びやけどめいちゃんって呼んだらめいちゃんって言うなってそうめっちゃ笑いながら言われるそうめいちゃんのこと明日行くあっそうなんやいってらっしゃいなんでイヤホンしてるのあ今日はねあのちょっとチーム M さんのリセット公演じゃないですか今日はだからちょっとね そう、今ねか鍵穴始まりましたねそう,そうですまあ言ってみれば実況ですねチーム M さんの公演実況はいでもコンショールーム終わるのはえー、っと7時15分までしますはい今日はあーぽんさんですね鍵穴はすごい見 <laughs> てあらそうなのそうなんですそうそう初めて見た公演実況配信 <laughs> そうゆずも初めてします今日『z 座ガールズもねちょっと見ます今日は『そう n 座ガールズといえば昨日多分もう今年で終わりなんですよね昨日で『z 座ガールズに出演させていただいたのはまだわかんないですけどそう実況できるんちょっと頑張ります <laughs> できるように がんばーありがとうございます <laughs> あ緊張するはいさー楽しい実況って全然 <laughs> ガールズはねまだ誰かわかんないですけどうん誰やろあーぽん鼻声 <laughs> 確かにいつもと声がちょっと違うかった 水色の衣装似合ってるよねあありがとうございます嬉しいやった <laughs> <laughs> あ音を聞きながら読むの大変やな確かに何かいろいろ混ざりそう喋るときずっと音楽流れてたら <laughs> じゃみんな聖誕 T シャツゆずの聖誕 T シャツ期待しててねどんなんかそう結構あのモバイルメールとかの,あのコメントを読んでるんですけど期待してるよっていっぱい来てたんでめっちゃ嬉しいです多分もう少しでジェンザガールズが始まると思いますお始まりましたジェンザガールズ今日はちょっと誰ですかねお黄色が 黄色色の衣装がコナちゃん。梅山ココナちゃん。コ <laughs> コナちゃんと、頑張れ。ココナちゃんで、オレンジがリカチ、リカチ。<laughs> シューズリカちゃん <laughs>。で、水色が中川ミヨンちゃん。ピンクがゆきちゃん。お、村中ゆきちゃん <laughs> 最近はね、あの、ドラフト2期生1人と5期生3人っていうのがあって、はい。 チャンチャンチャゃチャ,ャンチャンうわすごいご期生の全ズガールズを見るのは多分初めてなんですよそうだからめっちゃ楽しみ <laughs> <laughs> あでもすごいココナタンはねカメラ目線をくれました <laughs> やばいめっちゃファンな気持ちになってしまう嬉しいなんかうんうんお 最,最年長というか年長組のジェンダーガールズですね清水梨花ちゃんと村中由紀ちゃんが今歌ってます「らがめてた」「手のひらで包んであげたいのそう私のすべて」「青いレもン

寂しげなチャイムがボールを止めたときあなたが一瞬抜けこっちを見たようでときめきの頃に傷身長差激しい <laughs> 中川美音ちゃんと清水理香ちゃんの身長差が超激しい <laughs>。やばい。 恋はレモンま<え>っす <laughs> ぐにゆけない戸回りほらいみつな形もうすごいねこうこう D メ見てるだけでファンの方の気持ちにめっちゃなりますレスくれた瞬間ちょうどキッとする <laughs> すごい としがらでも言えませんでしたみよんちゃんの表情がすごいいいですねうふ <laughs> ここ頑張れすごいレッスンは大事そうですねレッスンは大事ですよね確かに確かに <laughs> おゆきちゃんいつかあげようと思って ここの尺がね、すごい大変なんですよね。おおすごい。なんかまた変わったジェンザガールズのような感じです。身長差が激しい。<laughs> いいですね、これ。かわいい。なんか、ちゃんとジェンザガールズを見るっていうのが初めてなんですよ。かわいい。そうとー、若すぎる果実は もどかしい、この、年頃。表したら、今のジェンズガーズのポジションで表したら、大、小、小、大って感じ。なんて言ったら、おっきい二人が、大、小、小、大。おっきい二人が、ちっちゃい二人を挟んでる。おで、最後。おみよンちゃんチーム M、セカンド公演始まりますイェーイ 始まりますよ。M, B, 40, a w h o a i I, everybody.Let it go!Love! 何言ってるかわかんない。I ー !I, I, 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 I.Thank y o h o l d on, you.Are you ready? Are you ready? はぁ、エン、ビー、フォーエーエン、エン、ビー、フォーエーそれ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  Are you ready?、Woo! さて今日の踊り始めはどれでしょう三人ですね誰り見えへんモンキュンさん リナッチさん。見えなかった、もう一人はい。はい。始まりました。チーム M、リセット公演。さあははー。<laughs> 最後は、最は、なんて言ったかわない。じゃあ、じゃあ、ね君は、覚えてるだろうか。お、ふうこさんと、みるさんふうみるさんあ、違う。あーささんだった。<laughs> <laughs> めっちゃミルさんに見えた。ンおしおんちゃんしおんちゃん見てるゆず <laughs> のこと見えてるかなあいりさんちょ、あいりさん、あれや、おでこ出してる。ゆずと一緒の髪型や。おでこ出してて。もうすごいね。こうやってちゃんと DM 見てたら、ファンの方の気持ちになってきます。う <laughs> ふ <laughs>、ん、う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 ん、にずー 風を入れろ、チーム。すごいめっちゃ揃ってる。<coughs> 衣装が、あの、もともと、そのチーム K さんの、大島優子さんが言った時の時代の衣装なんですよ、この衣装。すごいかっこいいね。うん、これは、あれです。ええー、リセットっていう歌ですね、一曲目は。M むしおんちゃん映ってる いやめっちゃあずささんがミルさんに見えます白間ミルさんに <laughs> も,もかさんめっちゃ目立つ髪色で <laughs> 超金髪させそめじゃんきょんうんうん今は歌いは誰でしょうあずささんとりなっちさんはらりなっちさんはねレスの師匠ですからすごいレスをくださるなんかもう分かってるらしいです自分がうつさえるところを ジョーさんジョーさんが、チーム M さんの、こういうのまたぎをしてる。もしかして、モンカさん。ああ、やっぱ、モもカもさんは、なんかね、あのー、結構、自分が映るときのかっこいい表情とか分かってるらしくって、この前言ってました。はい、教えてくださいました、モもカもさんが。チームよ、 お、しおんちゃん。<laughs> おー、めっちゃ、目がめっちゃチカチカする。衣装が明るすぎて。今日見せつけよう。我らが、GM、チーム M。じゃん、じゃん、あいかな、ファンの方、この今、リセット公演の、 劇場に足を運んでる方の中にも、ゆずと同じペンライトを持ってる方が多分たくさんいるでしょうね。この NMB4 でちょっと薄いけど色が。<laughs> だろうね。はい。アルティさんって愛らしいです。いつも衣装の、衣装の色がもし黄色やったとしたら、髪飾りも黄色にするらしくって。金髪の時、この前見たんですけど、金頭髪の毛の色が金髪やったら、 その日衣装が黄色色やって髪の毛も金髪で髪飾りも黄色やったから自分でほんまにめっちゃギャルに見えるわって言ってましたもんかさんも黄色やリセットがもう少しで終わりますパンケンパン実はあのスタッフさんにリセット公演またぎ交渉してました実は その夢は叶わなかったけどあえてぃんさんとかりなっちさんにはもうリセット出るんじゃないって言われましたゆずがリハーサルのとこを見てて踊ってたらもう練習もしてましたいつ呼ばれてもいけるように <laughs> そう洗濯物たちダーなナかわいいすごいこの音好きなんですよねうんでも練習したんですけどでダメでしたね 出れませんでしたリセット公演にはいいよね確かに <laughs> こうねポーズが好きなんですよみんなこうやって洗濯になってる気分になってこう待ってる感じのポーズが大好きうん <laughs> さらちゃんかわいいあんちさん <laughs> ち楽しいあさっきの鍵穴のアーポンさんが映りました練習してたか知ってんねんなそうなんですよ そうそう、うん、ユニットは一応奇跡は間に合わないを練習してました <laughs> <laughs> シーツのように一息をついてもう夢かなわずリセット公演に出る愛でめっちゃ編み込んでるやん ね今日愛理さん何も,う何,もか何もかもめっちゃ編み込んでる髪の毛前髪も編み込んでるしここの <laughs> こはもうツインテールみたいな感じで編み込んでるしジョーさんはすごい幼く見えるツインテールやから <laughs> <laughs> あっうあけんさん <laughs> やばいやばい見たかった <laughs> まあね 千秋楽出るかもしれないよ <laughs>。出るかなそう。人数足りてるからな。ベイライト点、点灯中、そう、今点灯してます。赤いのに。ちょっと薄いんですよね、色が。うん。<laughs> リナッチが俺を見た。あ、ミいキさん。あ、リナッチさんがこっち見た <laughs> リナッチさん、ホクロビームのリナッチさん。 リナッチさんがこっちを見たイエーイさすがカメラ目スのリナッチ確かにすごいおはいお、ほくろビームイエーイ <laughs> <laughs> やっぱあれレッスンをもらったらすっごい嬉しい気持ちになる <laughs> 白いチーズのように最後まで見られへんのはなちょっと残念やけど ほくろビーム返し <laughs>。ふん、ふん、ふん。やっぱり公園はいいですなぁ。うん。もう何もかもの公園が。お、しおんちゃん。しおんちゃん最近すっごいテンションがね、おかしくて <laughs>、ショールームにも入ってくれるし、そう。あ、これ色変わるんや知らなかった。チャララチャラ、チャララチャララ。 白いシーツのように。まあ、しおんちゃん酔っ払いキャラですからね。キャラなんか分かれへんけど、なんか、ドラフト候補生の頃は、あのすごい変な喋り方をめっちゃ隠してたらしくって。そう。でも、NMB48 に入ってから、もう恥を捨てちゃえってなったらしくって。本当に普段からあの喋り方です。いつも、裏でも。 スタッフさんと真剣にべるときでも、シオンはーみたいな感じで <laughs>、すっごい、スタッフさんにも、今ちょっと真剣な話してんねんけど、って、そう言われてるらしくって。たん、たんたん、たんたん。彼女になりますかですね、次は。はい。たたたん。ここも練習したイントロの踊にも。たたたたんたんたんたたたたんたたたん。 タ,タン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 タタン <laughs> 衣装の着替えがすごい <laughs> あこじりリンコジマカリちゃんがね最近チーム M さんの声にまたぎをしててねはい <laughs> びっくりしちゃう <laughs> <laughs> うんうんうん おー。はいおはいアゴリンがいるの。そう、コジリン。<laughs> まあ、アゴって言われてるけどね。コジリンですよ、ほんとは。小島マカリちゃんがいます。彼女になれますかマオキュンさんで、今映りましたね。そのマオけんンさんにはこの前、見た博に呼んでくださいって言ったら、いつでも来てって言われました。はい。まあ、いけるかわかんないですけど。 自分の似顔絵を変えてもらいたいですね。だからその代わりにゆずもお返しとしても、ケンさんの絵を描きます。<laughs> ゆずが吐く <coughs>。ジョーさん、ジョーさんは最近めっちゃユーリさんに <laughs>、犬って言われてて、なんか芝県ってるらしい犬 <laughs> そう、犬って言われてるらしい。 うん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 試合の日には他の誰か呼んでないかなりなぴょんさんエクステつけたんですよねそう前までこんぐらい短かったのに昨日見たらエクステつけてめっちゃ巻いてる巻いて,てなんかそう結構前のりなぴょんさん思い出したまだカメラ切ってない時のりなぴょんさんめっちゃ思い出しました見た瞬間。<coughs> このね、彼女になれますかもうなんか、その自分がまたぎ、CMM さんの公演でまたぎしたいですって言って、めっちゃ一番苦戦しました。その頭のリセット、洗濯物たち、彼女になれますかウッホウッホの中で、一番彼女になれますかが、すごいなんか覚えにくい振りで、そう、難しくて、めちゃくちゃ苦戦しました、これは。ふうてください。 なんか、この、私がお弁当作っていいですかってこう、この、太ももを、ちょっと待ってくださいね。これが太ももとしたら、こう包丁、太ももがまな板で、この手が包丁としたら、こうやって、料理っていうか具材を切ってる感じの振りがあるんですよ。そこがめっちゃ好きで <laughs>、もうずっとそこやってました <laughs>。他の彼女になれますか 質問ですが、聞かせてほしい。いいですね、このふうに。なんか、絶対、ふらつきそう。ずっと足上げたりしてるから。性格 <coughs> なので、教えてほしい <coughs>。チーム M さんはすごい個性が溢れてて。面白い <laughs>。楽屋とかもずっとはしゃいでます。全員で。<coughs> じゃん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 、つつつじゃん、つつつじゃん、つつじゃんじゃん。お、次は、ゆずが好きなね。今、彼女になりますけど、終わりまして、次は、うほうほうほおいでおいれ、寂しい人よ。お、愛理さんと、愛理さん、めっちゃマーキューさんとかも書いてた。<laughs> みんないろいろあるさ。 一緒に歌って盛り上げろイェーイこれは超盛り上がるううっダ <laughs> ラララララことは腹の底からで多分千秋楽チー,ム M 公演チーム M さんの公演の千秋楽リセット公演はもう絶対伝説の チーム M 公演になると思います。間違いない。もうこれはユズが予言したんでね <laughs>。絶対当たりますよ <laughs>。ユズのゴリラ顔かわいい。ミルさん。ミルさんのゴリラ顔がかわいい。うん。ーもうこの振りが好きなんですよ。全部。もうサビの振り。 なんかめっちゃ覚えやすかったですこれが一番同じことを繰り返してるからうほホほッホはイェイイェイイェイちゃっちゃふララさんのゴリラ可愛かった今ふいにあるゴリラゴリラのモノマネって可愛いいです <laughs> そう。あ、あのー、高橋みなみさんの自分がオリジナル公演ですかね。の時はカオス公演で、まあ、ももかさんとか出てたんですけど、ウッホウッホホでね、秋元サイカさん <laughs>。秋元サイカさんが、もうこうやってめっちゃ本気で声いらしてるのを見て <laughs>、バナナもファンの方にあげてるのを見て <laughs>、どうぞどうぞみたいな感じで、そう,うめっちゃ面白かったです。さすが。 ゆずも、ゴリラかわいい。ありがとうあれは最強だから、確かに。カオスのやつ。ねすごい。うんうんうん、うんもう鳥肌立ちました、あれ見た瞬間。いつかあんな公演できたらいいなぁと思って。もうこうやって、めっちゃ、混乱しても。もう、本気のゴリラ。<laughs> 一回、秋元さんがゴリラに見えました。一瞬。 う、は、は、う、は、は、う。う、は、は、う。あ、来ました。今日は誰がゴリラやろう。リラッチさんかなたらたら。ダルダルーーたら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 。お、今日はお、今日は誰やリラッチさんかわいい。リラッチさんのゴリラ。ま、いつも負けないですけどね。

まあ、最後、リアちゃんソでやるんで。ビーム <laughs> めっちゃ笑ってる、みんな。<laughs> すごい。<laughs> お今、ほうほうが終わりましたね。笑顔 <laughs>。ユ <laughs> ズの巻き穴。えちょっと買ってましたよ、今のは多分、たぶん。 まだまだやな。<laughs> イエーイイエーイユー <laughs> ずっと笑ってますか笑ってない。ヘラヘラしてるっちゃあ、でも。ケ <laughs> ッチューアンチュさんの自己紹介。キャッチューですね。<laughs> すごいもうチーム M さんの皆さんはあおりがめっちゃもうほんとにめなんて言ったんやろ上手というかあおりがめっちゃすごいうん MC もいろんなメンバーさんがフォローしたりしてるから そう、だから、研究生公演ももっとこうやってサポートできたらいいなって思います。<laughs> 起きたーアーポンさんの自己紹介ですね。<laughs> 全然読まれへんな。確かに。そうね、ずっとね、こうやって見ちゃう。な、集中しちゃうんですよね。おう、アーポンさんの髪型よりハーフツインですから。今日はアーポンさん。 <laughs> すごい。う <laughs> ま。イエーイ今はね、全員で声出せますかって言われたんでもう全員で声出せますかって言われたら、もう私は急にイエーイって言うんで、もうちょっとほっといてくださいね。急にイエーイって言っても。ふーふーふー,ふー,ふーみんな、ふ婦ふだよ お、みんな分かってくれた。音量注意。私変、音悪しそう。<laughs> ふうこさん。アイスめっちゃ食べてしまう、ふうこさん。<laughs> うん。お。ええー、すごいリセット公演が今日で100回目を迎えたらしいです。 ふうこさんがる、ふうふうこさんかなすごい。公園の音出しちゃダメなのそうなんですよ。音は、ちょっと出したらダメなんですよね。はい。<laughs> パチ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 。<laughs> ふうこさん1万回もチーム M 公演に出たいらしいです。さすがにいないでしょ、それは。 フォーティーテグループの中で1万回も公演を出てる人は。<laughs> でも、今日でチーム M 公演、あと、今日合わせたら3回しかやねん、もう。1万回も出られへん、<laughs> ふうこさん <laughs>。あ、ももかさんと、ふうこさんのバトルが <laughs>。<laughs> ちょっとこれは <laughs>。お。 ふうこさんは1万回を目指すらしいです。チーム、M、公演。出演回数1万回。ちょっと期待しとこう。<laughs> あ、アイリスさんアイリーお。アイリスさん、お誕生日おめでとうございますみんなで一緒に来たらいいのにね。のきっとみんな。一緒にアイリスさん、お誕生日迎えましたね。 確かに。アイリーさん、全開にしてる。ゆずと一緒や、アイリーさん。やったー。<laughs> 一緒や。<coughs> アイリーさんの好きなチョコレートを発表するらしいですね。アーモンドチョコレートらしいです。アイリーさんの好きなチョコレートは。ゆずも大好きです。アーモンドチョコレート。あ、こじりん、レディー、アークションお。 かわいい。<laughs> すごい。もう馴染んでますね、チーム M さんに。イこーイ、なんて言うんでしょうかね。はい。2回も。お <laughs> じゃあ、皆さん、愛理さんにユズが、あの、前髪全開、愛理さんと髪型一緒でしたっていうことを伝えといてください。 フフ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 あのゆずがね愛梨さんとデコらしいしあって喜んでたっていうことは愛梨さんに言っといてください報告しといてくださいデコが広いんでねもともとそうすごいデコが広いレーナぴょん やっぱ、レナピョンさん、か髪の毛長い方はめっちゃ綺麗に見える。でもなんかほら、短い方もめっちゃ綺麗ですけど、長かったらすごい大人っぽい。<coughs> <laughs> 非常食 <laughs> うどんのことですね。あれですね、レナピョンさんの非常食は髪の毛らしいです <laughs>。うどんですね、いわゆる <laughs>。 めっちゃ集中してるむしろ短いで <laughs> エクステでしょうね多分、うんあれでもレラピヨンさん前ラーメン食べてたしナポリタンも食べてたはっはっはみんな静かにみんな秘密やでめ <laughs> っちゃそ集中しちゃうんですよさらちゃんの自己紹介の時はあのさらちゃんがチーム チーム N のここになってテンションより公園に、またぎで来てくれた時は、あの、いつも、サラちゃんのキャッチフェーズ、ゆずが横で真似してます。サラちゃんのキャッチフェーズ、何でしたっけサラちゃんのキャッチフェーズ、いつも思い出されへん。ランラン気分でまっしぐらん、スラッと笑顔のサラランって、そう、いつもやってる、横で。<laughs> ジョさん。 今日の気分は、ジョージョ明日も、ジョージョ元気で、みんなを、ノックアウトばぁ。シ <laughs> おンちゃんずっとヘラヘラしてる。どうしたよな。<laughs> ね。<laughs> モノマネユズか <laughs> ジョうさんまたギョしてますよ、今。 まあまあまあ確かに可愛いい、ジョーさんついてる。もうね、シオンちゃんは、絶対お酒飲んでると思う。うん。う <laughs> そでーす。あははは。イェーイジョーさんみやたさんイェーイ元気もりもりこんな手を失ってくれるかないいと思う。 <laughs> イェーイイェーイアイティンさん <laughs> ブンブンああずさかわいいほんまにみるさんに見えるあずささんがもうイントロの時からあっみるさん今日出てんねやと思った <laughs> びっくりしためっちゃ似てたあずささん <laughs> あテてンと仲いいあ、結構最近は喋ります、あテてンさんと。なんか、この前は、甘いものを食べ、な、甘いもの食べに行こうって誘われたんで。行きましょうって言って。怖い、ももかさん、うらぴょんさんに対しての扱いが怖い。うらぴょんさん、悪者扱いされてる。 面白い <laughs> あざさ,さ,さん <laughs> めっちゃ演技してるせ <laughs> やも,もかさん早くスイーツ行きましょううんそれももかさんとスイーツ行く約束したんですよめっちゃ楽しみ年内中に行けるかなうん ももかさん髪の毛切ったんや <laughs> お前ちょっと切ってるも,もかさんここをここを切ってる <laughs> ここだけ <laughs> いやも,もかさんめっちゃ目立ってますよ <laughs> 髪の毛の色がねすごい昨日会いましたも,もかさんにあ全然ガールズで <laughs> おゆきつんさん <laughs> いきますなーす行きまーす白米さんゆきつんさんとはね来年同じチームですチーム N ではいゆきつんカメラさんシパ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 シ <laughs> グリーンスムージーを飲んだってゆきつんされてるけど美味しいんですかねグリーンスムージー <laughs> ね。<laughs> もう来年はね、いっぱい写真撮ってもらおう。ゆきつんさんに。<laughs> <laughs> マウケンさんも一緒のチームなんでね。はい。<laughs> あ、しおんちゃん出ましたあなたのハートもロックうん北海道からやってきたーしおーん酔っ払ってます今日も酔っ払ってます堀さん。堀選手、今日も酔っ払っております。<laughs> <laughs> もう、多分ね、あの、 一曲終わるごとに一回くっていっぱい飲んで <laughs> また待って戻ってくるんですよだから絶対酔っ払ってもうこんなもんなりながらも,もしかしたら千秋楽頭にネクタイ巻いて出てくるかもしれないですよしおんちゃん酔っ払いすぎて <laughs> 怖いしおんちゃん <laughs> い,やいい意味ですごい印象つくかもしれないですね すごい思ったイェーイしおーんタナミやな <laughs> あ頭にネクタイ巻いてんの絶対飲んでるわしおんちゃんウキウキーミーキーあミーキーさんやばいあのあれ思い出す夕方にのみーのダイアンさん <laughs> 西澤さんほんまに面白い <laughs> お。 ミユキさんの MC 大好き。<laughs> ならずのミユキさん。<laughs> めっちゃ雑いミユキさん。たぶんね、みんなアンチさんが、あの、アンチさんが、そのレ、ラムレーズのチョコレートが好きって言ったらしいんですよ。 だみんなチョコレートの何が好きとかなんかさっきやった愛理さんがアーモンドチョコレートが好きって言ったけど、みゆきさんは何のチョコレートって言うんじゃなくって、もう普通にチョコレートが好きでーすって言って <laughs>、なんかよろしくお願いしますって言えんかと思ったら何も言えんから <laughs>、みんなもう吉本新喜劇みたいに <laughs>、めっちゃ転がってた。あ、リナッチさん一緒のホクロビームのリナッチさん。お。 おリナッチさん、これから、ミーキさんって呼ぶんですかね <laughs> <laughs> どう呼ぶんでしょうかリナッチさんは、ミーキさんのことを、ミーキって呼ぶのか。<笑><笑>話が噛み合ってない <laughs> リナッチさんが、私の好きなのはチョコレートなんですよって言ったら、ミゆキさんが、私じゃなくて、って <laughs> 自分のことを好きって言ってもらいたいんですね。<laughs> すごい。<laughs> チョコチップついてるよ。あ、ほくろですね、これは。<laughs> チョコチップじゃないですね。<laughs> こっちにもありますね、ほくろが。<laughs> イェーイリナッチさん マーキュンさん。マーキューン来年もマーキュンさんとチーム L なんですよね。チーム L ですね。楽しみです。MC が楽しみ。マーキュンさんと。ははっマーキュンさん。お公演でいるの久しぶりらしいです。マーキュンさん。 確かに昨日出てませんでしたね、マーケンさん。<laughs> 拾うのがすごい。いろんな MC。次は自己紹介の時点に疲れてるって。確かに <laughs> お。おユニットですよ次お待ち、皆さんお待ちかね、おいたれ、ね、皆さんお待ちかねのユニット曲ですね。1曲目は今のうちにちょっと人発表してますね。13位が ステカセさん、ありがとうございます。十二位がドンちゃんさん、ありがとうございます。十一位がソートさん、ありがとうございます。十、えー、位がミスナオさん、ありがとうございます。九、えー、位がクワガタさん、ありがとうございます。五位まで読みますね、とりあえず。えっと八位がミキユズハタオシさん、ありがとうございます。七、えー、位がマッチラさん、ありがとうございます。六位がアルさん、ありがとうございます。五位がシラヌイさん、ありがとうございます。はい、引き続き。 公演の実況します。おコジリンが、制服、制のレジスタンス。<laughs> すごい。<laughs> じゃあ、もう4位、3位。えっと、4位の方が、アンブさん、ありがとうございます。3位が、なんちゃんさん、ありがとうございます。2位が、ステチンさん、ありがとうございます。1位が、ひけぬルっちゃんさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ユ <laughs> ズちゃんタワー。お すずやん、ゆざはとおしさん、ありがとうございますイェーイありがとうございます嬉しい。皆さん、教えてくださってありがとうございます。優しさ。東京タワー。はい、という実況にもらいましょう。<laughs> 今日のレジスタンスは、アーポンさんとふうこさんとこじリン、こじまかりんちゃん。かっこいい。この、 曲すっごいかっこいいんですよね。うん。コジリンが公演中に眠ることなんてないよね。ないないない <laughs> そんなわけ。<laughs> 次は大型やろ。お、コジリンや。うん、うん、武装して。かっこいい。表情がすごい。負けてないですね。コジリンも。あーぽんさんとふうこさんに。<laughs> お、ふうこさん。ふうこ 起き上がらせるとこが好き。<coughs> <coughs> したらどうなるんだろう。なんかこのゆずあの、ある動画で見たんですけど、ケイチさんと、近藤里奈さんと、板野智美さんがあの、レジスタンスやってるの見ました。はい。すごい。 なんか AKB48 のあの何、ー、ですかねリクエストアワーなんですかねあれして見ましたはいり <laughs> ーちゃんこじりんぽじじゃっ、えーっえっえじえっにあえそうなんやすごい <laughs> この衣装一回だけでも着てみたいなんかすごい女子高生の女子高生っちょっと なんて言ったんやろ。生意気ぶってるというか、そういう感じ。なんかすごい大人っぽい曲なんですよね。ダンスめっちゃ激しいけど。<laughs> うんうん。えー、リセット出たかった、やっぱり。一回だけでもまたぎしてみたかった。すねたようなまなざし。目の前のものが見ならさい。個 <coughs> 人。こじ コじジリンじりジリンーんもう、あ,あ、個人が一番身長高いんですね、この中では。うん。もっとスタッフさんに押したらよかったな。またぎさせてくださいまたぎさせてくださいって。もっとったらよかった。うん、うん。すごい <coughs>。息苦しい <laughs>。でも、 もし出れるとし、もし出れたとして、ユニミットアナにやりたかったかって言ったら、奇跡は間に合わないですね、やっぱり。か、制服レジスタンスか、キレキレに踊れる。はい。お今日の奇跡は間に合わない誰でしょうか折り目の方かな、NMB の。お、ちょっと。ま、も,もかさん、あいりさん。もう一人誰やろアンチさんかなもしアンチさんやったら折り目になる。 アンチさーん来ました <laughs> やった久しぶりに見れた NB48 の奇跡は間に合わないの折り目っていたって絶対来ないと分かっていた僕さ、小高い丘の上忘れ物のようなベンチ 帽子が飛ばされて、あれから、ずっと探してた、奇跡は間に合わないだろう。そう、桃ねがね、アンジュさんとこうやってたんですよ、またぎで。めっちゃ羨ましくて、それうう見た瞬間。そう。あ、まあ大丈夫です。15分までなんで、ね、ショールームは。で、ね、もかっこいい。もこれもかさんの、映った瞬間の、 もうこれはすごい普通もすごい言葉にできないくらいすごいフン愛梨さん愛梨さんのデコ出しの奇跡は間に合わないでも人生に一回だけでもやりたかったなまだ人生はまだまだやけどやってみたかったカーブも。 近づいてきたんだ。アンチュポジを覚えてたのかなそう、一応、そうなんですよ。一応、アンチュさんのポジションを覚えてました。そう、でも、結局出なかったんでね。<laughs> まだできるチャンスありよありがとうございます。はやっぱん、結構前の全ンズガールズの時に、あの、まだ、あのチーム M さんの、そう、リセット公演の、 あのリハーサルとか見せていただいてたんですけどその時にあのたまたまユニットのリハーサルで奇跡は間に合わないしててもう桃香さんがそうもうダフト2期生全員にすごいレッスンをくれててそれも全員引かれてましたパッて横見たら <laughs> みんな口開いてて <laughs> かっこよすぎてそうアンチポジ見たかったありがとうございます嬉しい <laughs> だらだらだら もう、ね、実況楽しい、嬉しい、たナみんしーた <laughs> ナみんさん、お誕生日おめでとうございますあれ見ましたよあの、じゃんけん大会の、たナみんさんセンターの歌。ゆず寄ってる寄ってないです <laughs>。ゆずまで寄ってると言われるとは <laughs>。何回やり過ごせば、 運命が追いつくの未来の恋人チャラララチャラチャララチャラチャンチャラララかタナミンさんのそのセンターあのジャンケン大会のユニット曲のセンタータナミンさんやったんですけどそれ見た時んかすごい演歌みたいな感じでめ さなみんさんがくしゃみした瞬間、急にさなみんさんの顔がふけ、ふけて <laughs>、おばあちゃんが笑って、それでまた後ろ向いて、腰を自分の鼻にバーってかけて、でまたくしゃみしたら自分の顔にまた戻るっていうのが <laughs>、すごい面白かった。お逆転王子様始まりました。センターは、あずささんうじょうさんふねなぴょうさん もうこれもやりたかったんですよね。ちょっと可愛い系のも。嘘だと言われても結構存在しなくて結構信じてくれなくても OK。格の彼氏でいいわ。な、これしおんちゃんがゃ、ゆいちゃんがしおんちゃんに教えてるとこ見て覚えました。いつもときめく胸の奥逆転王子様。 見た目は悪いけど中身は誠実ででもいつも思ってたんですけどなんでユズって可愛いのさしてもらわれへんの、ね、あのユズってだってねやったっけ研究生講演の時もバードやったじゃないですかバードはめっちゃ嬉しかったですとにかくなんか何でバードユズなったんですかって聞いたらユズがずっとバードやりたいやりたいって言ってたからじゃあ入れよってなって入れたらしいですバードをそう <laughs> でもお乳やりたかった お乳のおばき <laughs> そう結構マネージャーさんにもね言ってたんですけどねお乳やりたかたおにゅうやりたいですって言ってもそのなんかなんかポジションが空くことがなくってそのお乳のおばきのやから <laughs> なんか可愛いんですけどこの「逆転王子様」ってすごい歌詞がすごいですよね <laughs> 存在しなくても結構って <laughs> それちょっと悲しい <laughs> 存在しなくていいんですよ <laughs> かわいいもうすごいこの衣装がまず好きですフリフリのさえ隠してる髪の毛ボサボサでセクシーすごいですよね髪の毛ボサボサでセクシーって見たことないですよそんな人 <laughs> うん。<laughs> すごい。なんか、衣装が、センターの方がピンク色で、その端のジョーさんとレナピョンさんが水色なんですよ。まあど、せっかくならセンターのピンク色着てみたいけど、ゆずは水色が好きなんで水色を着てみたいです、一回は。あと3分か。あ、もうその時間あと2分早、ね。 ほらもうすぐあと来年したらゆもエヴァに乗れる年ですよ14歳でああ乗りたい活動限界がもうこの前の,あのリリポンさんの生誕祭れる時もリリポンさんがあもうなんかあと来年になったらもう乗れるじゃんって初号機に <laughs> 一緒に乗りに行こうって約束して <laughs> 行きましょう行きましょうってなって。 ゆずだだだだ、まあ、はね、初号機じゃなくて、二号機ですね。乗るのは。ためにキスをもう一度しよう。イェーイさらちゃん。これは誰やろみイきさん、りなっちさん、さらちゃん、あやちんさん。おこのメンバーさんがやってるのは見たことない。あ、りなッちさんがレッスンを。 あと1分早それではね、あと1分ということで、実況終わります。そして、えー、最後に人発表し,します。13位が、ソウトさん、ありがとうございます。12位が、ミスナオさん、ありがとうございます。えー、10位が、いや、間違えた。11位が、ミキ、ユズハカオシさん、ありがとうございます。10位が、 抹茶さん、ありがとうございます。9位が、あるさん、ありがとうございます。8位が、桑わさん、ありがとうございます。えー、7位が、アンドゥーさん、ありがとうございます。6位が、しらぬいさん、ありがとうございます。えー、5位が、なんちゃんさん、ありがとうございます。4位にさ、間違えた。<laughs> 4位がステシン、ステチンさん、ありがとうございます。3位が、ひけのよっちゃんさん、ありがとうございます。2位が、なんで書いてんねやろ、これ。 なんちゃらかんちゃらうーかさん。誰やろ。芝中達。おーすごい。芝中達ううかさん。<laughs> ありがとうございます。えー、そして1位が、鈴谷ゆずはと丹しさんです。ありがとうございました皆さんすごい楽しかった。めっちゃ公演実況。よかったですね。さて最後、本郷ゆ伊はのコーディネート。よいしょ。 今後リーーのコーディネートよっしゃちょっと待ってくださいねよいいじゃっ先帽子をこれピンの目止めちゃいけるかな痛いピンの目が引っかかっちゃう痛いよしこれでこれね,これね何でしたっけあの AKB4 テッツさんの <laughs> ハイテンションみたいな衣装 ション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 テンションがラックス <laughs> 今日はテンションが上がってますねやっぱり公園実験してでよいしょこれよしじゃあ行ってきますめいちゃんのゲネプロに楽しみめっちゃ似合ってるありがとう ムラセンスじゃないですよ、ゆずセンスですよ、今日は。<laughs> じゃあ最後自己紹介しますね。ちょっと顔が見えへんけど。はいいつの全力元気 !100%! 笑顔 !100%! 果汁をせーの !100%! えー、そスのザ・ゆずらへんでみんなありがとうバイバイ楽しかったよ また見てねバイバーイ行ってきまーす。なんかわかんないですけど。自分の似顔絵を変えてもらいたいですね。だからその代わりにゆずもお返しとしても、ケンさんの絵を描きます。<laughs> ゆず画伯 <coughs>。ジョーさん、ジョーさんは最近めっちゃゆうりさんに <laughs> 犬って言われてて、なんか芝県ってるらしいです。<laughs> いそう犬って言われてるらしいうん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 、うん、試合の日には他の誰か呼んでないかなりなぴょんさんエクステつけたんですよねそう前までこんぐらい短かったのに昨日見たらエクステつけてめっちゃ巻いてる巻いて,てなんかそう結構前のりなぴょんさん思い出したまだカメラ切ってない時のりなぴょんさん めっちゃ思い出しました見た瞬間 <coughs> <coughs> このね彼女になれますかもうなんかその自分がまたぎ CMM さんの公演でまたぎしたいですって言ってめっちゃ一番苦戦しましたその頭のリセット洗濯物たち彼女になれますかウッホウッホホの中で一番彼女になれますかがすごいなんか覚えにくい振りでそう難しくて めちゃくちゃ苦戦しました、これは。ふうてください。なんか、この、私がお弁当作っていいですかってこう、この、太ももを、ちょっと待ってくださいね。これが太ももとしたら、こう包丁こう、太ももがまな板で、この手が包丁としたら、こうやって、料理っていうか具材を切ってる感じの振りがあるんですよ。そこがめっちゃ好きで <laughs>、もうずっとそこやってました。 になれますすかか質問ですが聞かせてほしいいいですねこのふリーなんか絶対ふらつきそうずっと足上げたりしてるから性格 <coughs> なので教えてほしい <coughs> チーム M さんはすごい個性があふれてて面白い <laughs> 楽屋とかもずっとはしゃいでます 全員で。<laughs> お、次は、ゆずが好きなね。今、彼女になりますから終わりまして、次は、うほうほ,ほおいでお、いしよアイリーさんと、アイリーさん、めっちゃマーキューさんとかもたいてた。 みんないろろいあるっしょにうたってもりあげろうイェーイこれは超もりあがるううっ <laughs> らららことは腹の底からで多分千秋楽チー,ム公演チーム M さんの公演の千秋楽リセット公演はもう絶対伝説の チーム M 公演になると思います。間違いない。もうこれはユズが予言したんでね <laughs>。絶対当たりますよ <laughs>。ユズのゴリラ顔かわいい。ミルさん。ミルさんのゴリラ顔がかわいい。うん。もうこの振りが好きなんですよ。全部。もうサビの振り。 なんかめっちゃ覚えやすかったです、これが一番。同じことを繰り返してるから、うほうほッホは。イェイイェイじェイゃっちゃ。たららた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 ら。ふうこさんのゴリラ可愛かった、今。ふ <laughs> いにあるゴリラ、ゴリラのモノマネって可愛いいですよね。<laughs> <laughs> そう。あ、あのー、高橋みなみさんの自分がオリジナル公演ですかね。の時はカオス公演で、も、まあ、ももかさんとか出てたんですけど、ウッホウッホホでね、秋元サイカさん <laughs>。秋元サイカさんが、もうこうやってめっちゃ本気でごいらしてるのを見て <laughs>。バナナもファンの方にあげてるのを見て <laughs>。どうぞどうぞみたいな感じで。そう,うめっちゃ面白かったです。さすが。 ゆずも、ゴリラかわいい。ありがとうあれは最強だから、確かに。カオスのやつ。ねすごい。うん,うん,うん,うん、ん、ん。もう鳥肌立ちました、あれ見た瞬間。いつかあんな公演できたらいいなと思って。もうこうやって、めっちゃ、混乱しても。もう、本気のゴリラ <laughs>。一回、秋元さんがゴリラに見えました、一瞬。<laughs> <シ>うーはは、うーはは、うーはは、うーあ、来ました。今日は誰がゴリラやろうリラッチさんかなーーお、今日はお、今日は誰やリラッチさんかわいい。リラッチさんのゴリラ。いつも負けないですけどね。 最後ちょっと期待しててください最後のゴリラ「うん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 」「ェいは」「ほくろ対決になりますよ最後はうほうほほの最後らへんは」見ててくださいねちょっと「うんうるかは」「前ですよ」 まあ最後、リなットさんソロであるんで。ビーム <laughs> めっちゃ笑ってるみんな <laughs>。すごい <laughs> お。今、ウォーウームが終わりましたね <laughs>。笑顔。ユズの巻き穴えちょっと買ってましたよ、今のは多分。 まだまだやな。<laughs> イエーイイエーイユー <laughs> ずっと笑ってますか笑ってない。ヘラヘラしてるっちよでも。ケ <laughs> ッチューアンチュさんの自己紹介。キャッチューですね。<laughs> すごいもうチーム M さんの皆さんはあおりがめっちゃもうほんに何て言ったんやろ上手というかあおりがめっちゃすごいうんフン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  から研究生性演ももっとこうやってサポートできたらいいなって思います <laughs> 起きたあーぽんさんの自己紹介ですね <laughs> 全然読まれへんな確かにそ <laughs> うねずっとねこうやって見ちゃうな集中しちゃうんですよねあーぽんさんの髪型よりハーフツインですから、ね、今日はアーぽんさん <laughs> すごい。う <laughs> ま。イエーイ今はね、全員で声出せますかって言われたね、もう全員で声出せますかって言われたら、もう私は急にイエーイって言うんで、もうちょっとほっといてくださいね。急にイエーイって言っても。ふーふーふー,ふー,ふーみんな、ふ婦ふだよ

ふうこさんが、こ、ふうこさんかなすごい。公園の音出しちゃダメなのそうなんですよ。音は、ちょっと出したらダメなんですよね。はい。パチ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 。ふん。<laughs> ふうこさん1万回もチーム M 公演に出たいらしいです。さすがにいないでしょ、それは。 48グ,グループの中で1万回も公演を出てる人は。<laughs> でもは、今日でチーム M 公演、あと、今日合わせたら3回しかやねもう。1万回も出られへん、風 <laughs> 子<こ>さん <laughs>。あ、モもカもさんと、風子さんのバトルが <laughs>。<laughs> ちょっとこれは <laughs>。お。 ふうこさんは1万回を目指すらしいです。チーム、M、公演。出演回数1万回。ちょっと期待しとこ <laughs> あ、アイリスさんアイリー,りーお。アイリスさん、お誕生日おめでとうございますみんなで一緒に来たらいいのにね。の、no! きっとみんな。一緒に。アイリスさん、お誕生日迎えましたね。 確かに。アイリーさん、全開にしてる。ユズと一緒や、アイリーさん。やったー。<laughs> 一緒や。<coughs> アイリーさんの好きなチョコレートを発表するらしいですね。アーモンドチョコレートらしいです。アイリーさんの好きなチョコレートは。ユズも大好きです。アーモンドチョコレート。あ、こじりん。レディー、アークションお。 かわいい。<laughs> すごい。もう、馴染んでますね、チーム M さんに。イェーイ、ズリンなんて言うんでしょうかね。はい。2回も。お <laughs> じゃあ、皆さん、愛梨さんに、ゆずが、あの、前髪全開、愛梨さんと髪型一緒でしたっていうことを伝えといてください。

やっぱ、レナピョンさんか、髪の毛長い方めっちゃ綺麗に見える。でもなんかほら、短い方もめっちゃ綺麗ですけど、長かったらすごい大人っぽい。<coughs> <laughs> 非常食 <laughs>。うどんのことですね。えですね。レナピョンさんの非常食は髪の毛らしいです <laughs>。うどんですね。いわゆる <laughs>。 めっちゃ集中してるむしろ短いで <laughs>。エクステでしょうね、たぶ、うん。あ、でも、レナピオンさん前ラーメン食べてた。し、ナポリタンも食べてた。はっはっは、みんな静かに、みんな秘密やで <laughs>。めっちゃ集中しちゃうんですよ。サラちゃんの自己紹介の時は、あの、サラちゃんがチーム チーム N のここになってテンションやる公園に、またぎで来てくれたときは、あの、いつも、サラちゃんのキャッチフェーズ、ゆずが横で真似してます。サラちゃんのキャッチフェーズ、何でしたっけサラちゃんのキャッチフェーズ、いつも思い出されへん。ランラン気分でまっしぐらん、スラッと笑顔のサラランって、そう、いつもやってる、横で。<laughs> ジョさん。 今日の気分は、上ん明日も、上ん元気で、みんなを、ノックアウトばあ。シ <laughs> おンちゃんずっとヘラヘラしてる。どうしたよな。<laughs> ね。<laughs> モノマネユズか <laughs>。ジョーさんまたギョーしてますよ、今。 確かにかわいいジョーさんついてるもうねしおんちゃんは絶対お酒飲んでると思ううんうっそでーす <laughs> イェーイ嬢ジョーさん宮田さんイェーイ元気モリモリこんな相手よしになってくれるかないいと思う <laughs> イェーイイェーイアイティンさん <laughs> ブンブンあ、アザサーかわいい。ほんまにミルさんに見える、アずサさんが。もうイントロの時から、あ、ミルさん今日出てんねやと思った。<laughs> びっくりした。めっちゃ似てた、アずサさん。<laughs> あやティンと仲いいあ、結構最近は喋ります、あティンさんと。なんか、この前は、甘いものを食べ、な…甘いものを食べに行こうって誘われたんで。行きましょうって言って。そ怖い、ももかさん、うらぴょんさんに対しての扱いが怖い。うらぴょんさん、悪者扱いされてる 面白い <laughs> あざさ,さ,さん <laughs> めっちゃ演技してるせ <laughs> やも,もかさん早くスイーツ行きましょううんそう桃花さんとスイーツ行く約束したんですよめっちゃ楽しみ年内中に行けるかなうん桃さん髪切ったんや お前ちょっと切ってる、ももかさん。ここを、ここを切ってる。ここだけ。<laughs> いや、ももかさんめっちゃ目立ってますよ。<laughs> 髪の毛の色がね、すごい。昨日会いました、ももかさんに。あ、全然ガールズで。<laughs> お、ゆきつんさん。<laughs> いきます。なーさ いきまーす白米さんゆきつんさんとはね来年同じチームですチーム N ではいゆきつんカメラさんプシ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 グリーンスムージー飲んだってゆきつんされてるけど美味しいんですかねグリーンスムージー <laughs> ね <laughs> もう来年はね いっぱい写真撮ってもらおう、ゆきつんさんに。あはははさんも一緒のチームなんでね、はい。あ、しおんちゃん出ましたあなたのハートもロックうん北海道からやってきたーしおーん酔っ払ってます今日も酔っ払ってます堀さん。堀選手、今日も酔っ払っております。<laughs> <laughs> お、たふもう、ね、あの、 一曲終わるごとに一回吐るじゃないですか、衣装もなしに。多分一回、ゴクっていっぱい飲んで <laughs>、またバーって戻ってくるんですよ。だから絶対酔っ払っても、こんなもんになりながらも。もしかしたら千秋楽、頭にネクタイ巻いて出てくるかもしれないですよ、しおんちゃん。酔っ払いすぎて。<laughs> 怖い、しおんちゃん <laughs> いや。いい意味ですごい印象つくかもしれないですね。 すごい思ったイェーイしおーんタナミやな <laughs> あ頭にネクタイ巻いてんの絶対飲んでるわしおんちゃんウキウキミーキーあっミーキーさんやばいあのあれ思い出す夕方のミイのダイアンさん <laughs> 西澤さんほんまに面白い <laughs> 虫大好きフッあっというか時間通りにいけたかもしれへんね待機してたありがとうございます <laughs> みんなめっちゃ欲しい投げてくださるありがとうございますこんばんはこんばんはお始まってた今始まりましたね今日は時間通りそう今日はちょっと間に合うように <laughs> 頑張りました <laughs> 頑張ることではないけどゆずはヤホー,やっほー <laughs> この間はありがとういえいえ全然ガールズじゃないんかいそう今日はゆずじゃないけど誰が出るんやろうねそううんみんな時間変更でごめんねショールームほんとは7時からやる予定やってんけど <laughs> あの松村めぐみさん があれのゲネプロを今日見に来てもいいよってめいちゃんが言ってくれたからそれに行ってきます今日はめっちゃ楽しみ <laughs> あそうあのめいちゃんには結構前から見に来て見に来てって言われてたけど行ける日がなくてそううんうん <coughs>「いつからめいちゃん呼びな」 いつやったっけな結構前、でも、うん。だいぶ前から、めいちゃん呼びやけど、めいちゃんって呼んだら <laughs>、めいちゃんって言うなって、そう <laughs>。めっちゃ笑いながら言われる。そう。めいちゃんのこと明日行くあっ、そうなんやいってらっしゃい <laughs>。なんでイヤホンしてるのあ、今日はね、あのちょっと、チーム M さん。 のリセット公演じゃないですか今日はだ、えー、からちょっとねそう今ねか鍵穴始まりましたねそうそうですまあ言ってみれば実況ですねチーム M さんの公演実況はいでもコンショールーム終わるのはえー、っと7時15分までしますはい今日はあーぽんさんですね鍵穴はすごい見 <laughs> て あ,あそうなのそうなんですそうそう初めて見た公演実況配信 <laughs> そう、ゆずも初めてします今日 z e ガールズもねちょっと見ます今日は z e n z ガールズといえば昨日多分もう今年で終わりなんですよね昨日で z e ガールズに出演させていただいたのはまだ分かんないですけどそう実況できるん ちょっと頑張ります <laughs> できるように頑 <laughs> 張ありがとうございます <laughs> あ緊張するは <laughs> いさー楽しい実況って全 <laughs> 然ガールズはねまだ誰かわかんないですけどうん 誰やろうアーポン鼻声。<laughs> 確かにいつもと声がちょっと違うかった。<laughs> 水色の衣装似合ってるよね。あありがとうございます。嬉しい。やった。<laughs> <laughs> あ、<laughs> 音を聞きながら読むの大変やな。確かになんかいろいろ混ざりそう。喋る時 ずっと音楽流れてたらそれはみんな「セイタ誕 T シャツゆずのタ誕 T シャツ」ャツ「期待しててね」どんなんかそう結構あのモバイルメールとかの,あのコメントを読んでるんですけど期待してるよっていっぱい来てたんでめっちゃ嬉しいです多分もう少しで「ジェンドガールズ」が始まると思います お始まりました全然ガールズ。今日は、ちょっと誰ですかね <laughs> お黄色が、黄色色の衣装がコナちゃん。梅山ココナちゃん。コ <laughs> コナちゃんと、頑張れココナちゃんで、オレンジがリカチ、リカチ。<laughs> シューズリカちゃん <laughs>。で、水色が、中川ミヨンちゃん。ピンクがユキちゃん。お村中ユキちゃん 最近はね、あの、ドラフト2期生1人と5期生3人っていうのがあって、はい。お、じゃんじゃん、ちゃんちゃんちゃんゃんゃんうわぁ、すごい。5期生の全ズガールズを見るのは、多分初めてなんですよ。そう。だからめっちゃ楽しみ。<laughs> あ、でも、すごい。ココナタンはね、カメラ目線をくれました。 <laughs> やばいめっちゃ本な気持ちになってしまう嬉しいなんかうんうんおっ最,最年長というか年長組の z e z ガールズですね清水梨花ちゃんと村中由紀ちゃんが今歌ってます「くらがめてた」「手のひらで包んで」 あげたいの、そう、あたしのすべて。青いレモン、そうと。若すぎる果実は、もどかしい、この年頃。ちャチちチャちャチちチャちャチャちャチちゅちゅちゅちち

身長差激しい <laughs> 中川美穂ちゃんと清水理香ちゃんの身長差が超激しい <laughs>。やばい。恋はレモン。まっす <coughs> <coughs> ぐに行けない。遠回り。<coughs> ほら、いみつな形。もうすごいね。こう こうやって D メン見てるだけでファンの方の気持ちにめっちゃなります。レスくれた瞬間、ちょうどキッとする <laughs>。すごい。としがら。でも、言いませんでした。みよんちゃんの表情がすごいいいですね。ここなった。頑張れ。 すごいレスは大事そうですねレスは大事ですよね確かに確かに <laughs> おゆきちゃんいつかあげようと思ってここの尺がねすごい大変なんですよねおーすごいなんかまた変わったジェンザガールズのような感じです <laughs> 身長差が激しい <laughs> いいですねこれかわいいなんかちゃんとジェンザガールズを見るっていうのが初めてなんですよ かわいい。そうと、若すぎる、果実は、もどかしい、この年頃。表したら、今のジンズガーズのポジションで表したら、大、小、小、大って感じ。なんて言ったら大きい二人が、大、小、小、大。大きい二人が大小小大、ちっちゃい二人,人を挟んでる。おで、最後。 お、みよンちゃんチーム M、セカンド公演始まりますイェーイ始まりますよ !M, B, 4A!Whoo!I, I, I everybody!Let it go!Love! 何て言ってるかわかるあー !I, I, 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 i I! h a n Hold on, you? Are you ready? Are you ready? Huh, M, V, for the A. M, M, V, for the A. So, 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 are you ready? さて、今日の踊り始めはどれでしょう三人ですね。どれや、見えへん。マーキュンさん。リナッチさん。見えなかった、もう一人はい、はい。始まりました。<laughs> チーム M、リセット公演。さあ、はは、<laughs> 最後は、最後は、なんて言ったかわない。<laughs> じゃあ、じゃあね君は、覚えてるだろうか お、ふうこさんと、みるさんふうみるさんあ、違う。あんささんだった。<laughs> めっちゃみるさんに見えた。だーん。お、しおんちゃんしおんちゃん見てるゆず <laughs> のこと見えてるかなあいりさんちょ、あいりさん、あれや、おでこ出してる。ゆずと一緒の髪型や。おでこ出してて。もうすごいね。パパこうやってちゃんと DM 見てたら、ファンの方の気持ちになってきます。<laughs> <laughs> 水風を入れろチームすごいめっちゃ揃ってる <coughs> 衣装があのもともとそのチーム K さんの大島優子さんがやった時の時代の衣装なんですよこの衣装すごいかっこいいね、うん、これはあれです、えー、リセットっていう歌ですね1曲目は エムー、シオンちゃん映ってる全然。いや、めっちゃ、アズサさんが、ミルさんに見えます。白もミルさんに。<laughs> ももかさんめっちゃ目立つ。髪色で <laughs>。超金髪。させ <laughs> そうめんじゃんきょん。うんうん、うん。今は歌いは誰でしょう。アズサさんと、リナッチさん。はい、リナッチさんはね、レスの師匠ですから。すごいレスをくださる。 なんか分かっているらしいです。自分が映されるところを。ジョーさん <laughs> ジョーさんが、チームムさんの、こういうのまたぎをしてる。もしかして、桃花さん。やっぱ桃花さんは、なんかね、あの、結構、自分が映るときのかっこいい表情とか分かっているらしくって、 この前言ってました。はい。教えてくださいました、文科さんが。チームよ。お、しおんちゃん。<laughs> おー、めっちゃ、目がめっちゃチカチカする。衣装が明るすぎて。今日見せつけよう。我らがチーム M。 い、かな、ファンの方この今リセット公演の劇場に足を運んでる方の中にもゆずと同じペンライトを持ってる方が多分たくさんいるでしょうねこの NMB4 でちょっと薄いけど色が <laughs> だろうねはい <laughs> アーティ t さんって愛らしいですいつも衣装の 衣装の色がもし黄色やったとしたら、髪飾りも黄色にするらしくって。金髪の時、この前見たんですけど、髪の毛の色が金髪やったら、その日黄色、衣装が黄色色やって、髪の毛も金髪で、髪飾りも黄色やったから、自分でほんまにめっちゃギャルに見えるわって言ってました。もんかさんも黄色や。お、リセットがもう少しで終わります。バンケン,バーン、バン 実はゆずはあのスタッフさんにリセット公演いやまたぎ交渉してました実は <laughs> その夢は叶わなかったけど IT さんとかリナッチさんにはもうリセット出るんじゃないって言われましたゆずがリハーサルのとこを見てて踊ってたらもう練習もしてましたいつ呼ばれてもいけるように <laughs> そう <laughs> 洗濯物たち かわいいすごいこの歌好きなんですよねうんでも練習したんですけどでダメでしたね出れませんでしたリセット公演にはいいよね確かに <laughs> こうねポーズが好きなんですよみんなこうやって洗濯になってる気分になってこう待ってる感じのポーズが大好き <laughs> さらちゃんかわいいあんちさん <laughs> 楽しい。あ、さっきの影穴のアポンさんが映りました。練習したか知ってんねんな。そうなんですよ。そうそう。<laughs> ユニットは一応、奇跡は間に合わないを練習してました。<laughs> <laughs> シーツのように、一息をついて、 もう夢叶わずリセット公演に出るアイリンめっちゃ編み込んでるやんねっ今日アイリーさん何も,う何,もか何もかもめっちゃ編み込んでる髪の毛前髪も編み込んでるしここはここもうツインテールみたいな感じで編み込んでるしジョーさんはすごい幼く見えるツインテールやから <laughs> アンあケンホンあきおさん やばいやばい。見たかった。<laughs> まあね。千秋楽出るかもしれないよ。<laughs> 出るかなそう。人数足りてるからな。ベイライト点、点灯中、そう、今点灯してます。赤いのに。ちょっと薄いんですよね、色が。うん。<laughs> リナッチが俺を見た。あ、ミいキさん。あー、出ない リナッチさん、ホクロビームのリナッチさん。リナッチさんがこっちを見たイェーイさすがカメラ目スのリナッチ。確かにすごい。はい、おー。ホクロビームイェーイ <laughs> <laughs> やっぱ、あれ、レスをもらったらすっごい嬉しい気持ちになる <laughs>。白いチーズのように。 最後まで見られへんのはな、ちょっと残念やけど。<laughs> ほくろビーム返し。ふーん、ふーん、ふーん。やっぱり公園はいいですなぁ。うん。もう何もかもの公園が。お、しおんちゃん。しおんちゃん最近すっごいテンションがね、おかしくて <laughs>、ショールームにも入ってくれるし、そう。あ、これ色変わるんや 知らなかった。チャララチャラ、チャララチャララ、白いシーツのように。まあ、しおんちゃん酔っ払いキャラですからね、まあ。キャラなんか分かれへんけど、なんか、ドラフト候補生の頃は、あのすごい変な喋り方をめっちゃ隠してたらしくって。そう。でも、NMB48 に入ってから、もう恥を捨てちゃえってなったらしくって。 本当に普段からの喋り方でですいつも裏でも裏スタッフさんと真剣に喋るときでも「しようはみたいな感じで <laughs> すっごいスタッフさんにも「今ちょっと真剣な話してんねんけど」って言われてるらしくって「彼女になりますか?」ですね次ははい「ここも練習したイントロの踊りも!」

どーん。うんうん、うん、うん、うん。おー。はいおー。はいアゴリンがいるの。そう、コジリン。<laughs> まあ、アって言われてるけどね。コジリンですよ、ほんとは。こじまかりんちゃんがいます。彼女になれますかまおけんさんで、今映りましたね。そのマオさんにはこの前、三鷹画に呼んでくださいって言ったら、いつでも来てって言われました。はい。 まあ、いける <coughs>、ならずの、みゆきさん。<laughs> めっちゃついみゆきさん。たぶんね、みんな、アンチさんが、あの、アンチさんが、そのレ、ラムレーズのチョコレートが好きって言ったらしいんですよ。だみんなチョコレートの何が好きとか、さっきやった愛理さんが、アーモンドチョコレートが好きって言ったけど、<laughs> みゆきさんは、何のチョコレートって言うんじゃなくって、 もちろチョコレートが好きでーすって言って <laughs>、なんかよろしくお願いしますって言えんかと思ったら何も言えんから <laughs>、みんなもう吉本新喜劇みたいに <laughs>、めっちゃ転がってた。あ、リナッチさん一緒のホクロビームのリナッチさん。お。おリナッチさん、これからミーキさんって呼ぶんですかねふふふ どう読むんでしょうか <laughs> リナッチさんは、ミイキさんのことを、ミイキって呼ぶのか <laughs> 話が噛み合ってないリナッチさんが、私の好きなのはチョコレートなんですよって言ったら <laughs>、ミイキさんが、私じゃなくてーって <laughs>、自分のことを好きって言ってもらいたいんですね。<laughs> すごい。 チョコチップついてるあ、ほくろですね、これは。チョコチップじゃないですね。<laughs> こっちにもありますね、ほくろが。<laughs> イェーイリナッチさーんマーキュンさん。マーキュン来年もマーキュンさんとチーム L なんですよね。チーム L ですね。楽しみです。 MC が楽しみ、マーキンさんと。<laughs> マーキンさん。お公演でうの久しぶりらしいです、マーキンさん。確かに昨日出てませんでしたね、マーキンさん。<laughs> 拾うのがすごい、いろんな MC。次は 自己紹介の時点に疲れてるって。確かにお。おユニットですよ次お待ち、皆さんお待ちかね、おいたれ、ね、皆さんお待ちかねのユニット曲ですね。1曲目は今のうちにちょっと人発表してますね。13位が、ステカセさん、ありがとうございます。12位がドンチャンさん、ありがとうございます。11位が、ソートさん、ありがとうございます。えー、10位が、ミスナオさん、ありがとうございます。 ええー、9位がクワガトさん、ありがとうございます。ちい、5位まで読みますね、とりあえず。えっと、8位がミキ・ユズハタオンシさん、ありがとうございます。えー、7位がマッチラさん、ありがとうございます。6位がアルさん、ありがとうございます。5位がシュラヌイさん、ありがとうございます。はい、引き続き、公演の実況します。おコジリンが、制服、制服のレジスタンス。<laughs> すごい。<laughs> じゃもう読んじ四4位、3位。 えっと、4位の方が、アンブさん、ありがとうございます。3位が、なんちゃんさん、ありがとうございます。2位が、ステチンさん、ありがとうございます。1位が、ヒケのユッちゃんさん、ありがとうございます。みなさん、ありがとうございます。ゆずちゃんタワー。おスズヤン、ユザータオンさん、ありがとうございます。います <laughs> いますイェーイありがとうございます。嬉しい。みなさん、教えてくださってありがとうございます。優しさ。 東京タワー <laughs>。はい。という実況にもらいましょう。<laughs> 今日のレジスタンスは、アーポンさんとフーコさんとコジリン。コジマカリンちゃん。かっこいい。この曲すっごいかっこいいんですよね。うん。<laughs> コジリンが公園中に眠ることなんてないよね。ないないない <laughs> そんなわけ。 次は大型やろう。お、コジリンや。うーん,、うん、武装して。かっこいい。表情がすごい。負けてないですね。コジリンも、アーポンさんとフーコさんに。<laughs> お、フーコさん。フーコー起き上がらせるとこが好き。<laughs> したらどうなるんだろう。 なんか、この、ゆず、あの、ある、動画で見たんですけど、ケイチさんと、近藤里奈さんと、板野智美さんが、あの、レジスタンスやってるの見ました。はい。すごい。なんか、多分 AKB48 の、あの、なんですかね。リクエストアワーなんですかね、あれ。それで見ました。はい。り <laughs> ーちゃんこじりんポジ。 リーちゃんポジ個人にあっえそうなんやすごい <laughs> この衣装一回だけでも着てみたいなんかすごい女子高生の女子高生がちょっとなんて言ったやろ生意気ぶってるというかそういう感じなんかすごい大人っぽい曲なんですよねダンスめっちゃ激しいけど <laughs> うんうん リセット出たかった、やっぱり。一回だけでもまたぎしてみたかった。すねたようなまなざし。目の前のものが見ならさいコジリン。コジリン。コジリン。もう、あ、コジリンが一番身長高いんですね、この中では。 うん。もっとスタッフさんに押したらよかったな。また着させてくださいまた着させてくださいって。もっと行ったらよかった。うん、うん。すごい。<coughs> 息苦しい <laughs>。でも、もし出れるとし、もし出れたとして、リミットアナにやりたかったかって言ったら、奇跡は間に合わないですね、やっぱり。か、制服レジスタンスか、キレキレに踊れる。はい。 お今日の奇跡は間に合わない誰でしょうか折り目の方かな n m b の。お、ちょっと。ま、ももかさん、いりさん。もう一人誰やろうアンチさんかなもしアンチさんやったら折り目になる。アンチさーん <laughs> 来ました <laughs> やったー久しぶりに見れた。n m b 4 8の奇跡は間に合わないの。折り目。 ていたって絶対来ないとわかっていた僕さ小高い丘の上忘れ物のようなベンチ帽子が飛ばされてあれからずっと探してた奇跡は間に合わないだろうそ、のもねがね、アンジさんとこうやってたんですよ、またぎで めっちゃ羨ましくて、そういう見た瞬間。そう。あ、まあ大丈夫です。15分までなんで、ね、ショールームは。で、ね、もかっこいい。もう、これ、ももかさんの、映つた瞬間の、はっもう、これは、すごい。普通も、すごい言葉にできないくらいすごい。<laughs> アん。リ理さん。愛理さんのデコ出しの、奇跡は間に合わない。 でも、人生に一回だけでもやりたかったな。まだ、人生はまだまだやけど、やってみたかった。カーブも近づいてきたんだ。アンチュポジを覚えてたのかなそう、一応、そうなんです一応、アンチュさんのポジションを覚えてました。そう、でも、結局出なかったんでね。<laughs> まだできるチャンスありよありがとうございます。はい。 うん、結構前のゼンズガールズの時に、あのまだ、あの、チーム M さんの、そう、リセット公演の、あの、リハーサルとか見せていただいてたんですけど、その時に、あの、たまたまユニットのリハーサルで、奇跡は間に合わないしてて、もう、ももかさんが、そう、もう、ダウト2期生全員に、すっごいレスをくれてて、それでも全員惹かれてました。パって横見たら <laughs>、みんな口開いてて <laughs>。 かっこよすぎてそう。アンチポジ見たかった。ありがとうございます。うれしい。<laughs> <laughs>